週刊フリーブレイズ、はい、週刊フリーブレイズです。アジアリーグアイスホッケー東北フリーブレイズの選手のインタビューやチームの最新情報もご紹介しています。今新田ネドが出かけていきましたが、ワンちゃんは勝ったんでしょうか。あと勝てないんだ。あ、なるほど、なるほど、わかりました。はい、ということで、今日は9月19日木曜日です。フリーブレイズは翌々日21日土曜日から三沢アイスアリーナで、今季アジアリーグ初参入のデミオンサムとの対戦を控えております。ということで、リーグ再開2日前ということで、今日はこちらの方にお話を伺いします。21番山本和樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと間隔が空いちゃいましたが、はい、はい、まあ、いきなり伺いますが、はい、やっとサム戦やってきます。はい、はい、それに向けての思いからまずお願いします。そうですね、やっぱりもう3連敗してしまったんで、ここはやっぱり落とせない試合なんで、2連勝取るのが、はい、目標です。最初はサムも登録人数が少なそうで、はい、まあ、それでもまあ春だとかハイワンにいた選手ばかりなんですが、はい、日光にも勝ち越しをしましたし、はい、どんな印象を持ってますか、サムについては。そうです、やっぱりハイワン、春らの結構いい選手集まってますんで、うん、結構いいチームだと思いますし、まあ、人数は少ないみたいですけど、そんなに、まあ、人数には関係ないと思うんで、うん、まあ、結構いい実力持ってると思うんで、侮れない。はい、そうですね、ですね、はい、はい、クレインズ戦3連戦から間隔が来ましたが、この間結構きつめなトレーニングもあったと伺いましたが、はい、どんな調整ができましたか。そうですね、まあ、期間が空いたので雪トレは通常通り、まあ、ウェイトもやりましたし、まあ、試合が負けたからということではなくて、うん、通常通りの練習なんで、はい、いい準備できてます。うん、はい、やはり早くまず一つ白星が欲しいところですよね、心理的にも。そうですね、はい、うん、やっぱり3連敗というのは、かなりひどい結果だったんで、うん、やっぱここは、はい、早く勝ち星が欲しいですね。はい、他の選手やチームの雰囲気、この中間はどうですか。あ、チームの雰囲気は全然いいし、まあ、負けはしたけど、まあ、そんなにまあ、みんな次の試合にも向かってるんで、うん、はい、その辺は問題ないと思います。個人的にはクレインズ戦3連戦の後の修正点、はい、どんなところだと思ってますでしょうか。やっぱそうですね、ゴール前での戦いであったり、まあ、ゴール前でシュートが少なかったので、まあ、外から打つよりやっぱ中で打つのが大事なことなんで、うん、それができなかったっていうのが残念でした。まず土日のゲーム非常に楽しみにしたいと思います。はい、そしてちょっとお話脱線するかもしれませんが、はい、ご結婚されたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。もう席も入れてらっしゃるんですか。はい、そうですね。いつですか、席入れられるの。6月の21日に、はい、入れさせてもらいました。なんかその日は偶然ですか、それとも。あ、まあ、自分の背番号の日に入れたいなと思ってて。あ、そうだ、21だ。はい、まあ、その日が大安だったんで、お、はい、ちょうどいいなと思ってその日にしました。なるほど。ということは、はい、白山大の寮ももう和樹選手は出られたんですか。そうですね、はい、4年ほど住んだ寮、ね、ついに出たんですね。はい。あ、じゃあもう今奥様と。そうですね、はい、一緒に、はい、住んでます。いかがですか、新生活は。そうですね、やっぱり、まあ、楽しいこともあるし、まあ、楽しくないこともある時もありますけど。お手伝いしてますか。お手伝いしてますね。家事手伝いしてますか。まあ、たまに、はい、何手伝いますか。風呂掃除とか掃除かけたりもたまにしますけど。まあ、白山台でもやってましたしね。はい、そうですね、はい、うん、やっぱり変わりましたか、選手と同じところにいる寮と。あ、そうですね、出てみてやっぱ寮に住んでる時はみんないるんで、うん、結構食事する時も、まあ、結構うるさいっていうかワイワイガヤガヤで、まあ、それもそれで楽しかったんですけど、うん、まあ、奥さんと過ごす時間も楽しいんで、はい、よかったです。なるほど。はい、この間発売された
専門雑誌にもちょっと載ってたと思うんですが、はい、奥様の手料理で一番おいしいものは何でしょう。カレーがおいしいですね。あ、本当に、はい、情報早いんで、情報マガジンにも載ってましたけど載ってましたね。あ、そうですか、はい、じゃあまた心機一転になりますね、今シーズンは、はい、そうですね、はい、分かりました。はい、はい、和樹選手はフリーブレイズができた時のルーキーで、そのままずっとチームに在籍しているのは、まあ、小助選手は一旦こう中国に行ったりとかしましたけど、はい、実はもう和樹選手お一人なんですね。あ、そう、ルーキーからずっとフリーブレイズという、はい、そうですね、はい、早いなという感じしますか、やはり。そうですね、やっぱ早いですね、もう5年目なんで、うん、まあ、はい、本当早いですね。なるほど、わかりました。はい、まあ、中堅という話もあったので、はい、年下の選手もだいぶ増えて、はい、なんかそのあたり行動とか言葉とかなんか意識変わったりするところってありますか。はい、まあ、特別あるってわけじゃないんですけど、うん、まあ、はい、中堅らしく、まあ、チームの中心の中堅なんで、まあ、そこはあの、まあ、若手とはまた違ったリーダーシップ出していければいいなと思います。わかりました。はいはい、さて、ちょっとまたお話変わりますが、はい、今週末の三沢のゲームから会場で、はい、こちらのお守りが、はい、あ、すいません、持っていただいてよろしいでしょうか。はい、発売されるということでブレイジー君がプリントというか、刺繍されておりますけれど、はい、ご覧のというかがです。あ、この間のあの必勝祈願の時にもらったんですけど。あ、そっか、神社行きましたね。はい、すごいですね、やっぱこういうのできるとね、やっぱ買っていただけると思うんで、フリーブレイズを知っていただくには、はい、すごいいいことだと思います。そうですね、はい、まあ、ちょっとあのまず初勝利はあの神頼みじゃないですか。こういうのもね、はい、あのホッケー選手ってやっぱりお守りは持ってらっしゃるんですか。はい、お守り一つは持ってますね。本当ですか。はい、あ、ありがとうございます。はい、お守りなんかあの野球選手だとなんかこう首から下げてとかあったりしますけど、はい、ホッケー選手ってお守りってどこに身につけます。あ、身にはつけてないですけどカバンの中に入ってますね。あ、そうなんですね。はい、へ、結構なんかパンツとかにつける人とかもいますか。あ、今は多分てか結構前につけちゃダメになったんで。あ、そうか、規定が変わったんですね。はい、まあ、昔はよく小学校の時とかパンツの方につけてましたけど、うん、なんか滑ってるとなんかチラチラって見る人がいましたもんね。はいはい、そうですね。なるほど、なるほど、わかりました。はい、はい、さあ、少し間隔が空きまして、はい、今月、今週末の3部戦をやって、はい、韓国遠征、はい、3チームと結構キツキツの日程で6試合で帰ってきてすぐ王子戦ということで、はい、9月末、そして10月まで、はい、かなり重要な期間になると思いますので、はい、ぜひ今後の試合に向けての意気込みお願いします。そうですね、この3部からその韓国遠征、終わるまで、すごいキーになる、ゲームなんで、まあ、韓国遠征は、毎年一緒でまず6試合ですか。そうですね、はい、あの長い試合ですけどここが一番重要なポイントになるんで、はい、勝ち星を上げ多く取れるように、はい、全力で頑張ります。うん、はい、あの去年はレギュレーションちょっと変わって年明けてからの韓国遠征でしたが、はい、また開幕間もない10月に戻ってきましたね。はい、うん、そうですね、チームがこれから体制固まりつつあるところでですから、はい、ますます重要になりますね。そうですね、ここはね、わかりました。はい、はい、まずは、3部戦で白星を挙げて、はい、はい、ますます、チームもそして和樹選手も波に乗っていただきたいと思います。はい、はい、最後ファンの皆さんにメッセージ一言お願いできますでしょうか。はい、まあ、3連敗してしまったんですけどここからあの勝ち星、確実に取っていきますのでまた応援よろしくお願いします。はい、週刊フリーブレイズ21番山本和樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。